コロナでとにかく、経済活動が、まあうまくいってませんので、まあ、職を失う人がね大量に出てますね。で、まあ、政府は GoTo ということで GoTo キャン、GoTo トラベル、GoTo イート、GoTo、GoTo ということで、まあ、それ以外のことはほとんど、まあ、あのイベントやスポーツやだんだん緩めてね来ていますが、まあ、国際便は止まったままで、まあ、オリンピックやるぞと、ということで、まあ、来年の7月を見据えて徐々にこうなんていうんですかね、PCR 検査を、まあ、徹底してやって、オリンピック開けるような状態に持っていくということで着々と進んでいることは、まああの喜ばしいことだと思います、はい。まあでもちょっともう貯金や蓄えで、人の流れが止まっているところをもうちょっと持ちこたえることができない状態の、まあ、ギリギリのところへ来てるんじゃないでしょうかね。凶悪な犯罪が増えてきてますね。詐欺、実力行使、もういきなりドア開けて金出せとかですね、コンビニに入ったり、まあ、手の込んだ詐欺まがいのこと、もうそのなんか手の込んだ詐欺まがいのことを時間かけてやってられないというようなところがね怖くて、まあ、実力行使のもうお金がなくなって、まあ、切羽詰まってね、というような犯罪がこれから年末にかけて、まあ、やっぱり増えてくるんじゃないかと思いますね。まあ、あの GoTo 何々という、ような、まあ、経済政策といいますか、あの経済を動かしていくやり方が、まあ、いいのかどうかね、いろいろ議論あろうかと思いますけどね、はい。旅行に行ったらあの、まあ、補助しますよという、はい、ことでもね、やっぱりどうせ行くんならいいところへと、まあそういうことで、でまああの媒体になってるところもね、旅行会社通じてやってますから、やっぱりいいところなんでね、やっぱりいいところしか財務力のあるところへ効果が出て、まあもうちょっと、もう鼻からダメだというところはまあしょうがないというふうに踏んでるのかどうかですね、まあ分かりませんけど、まあそれはあの、まあ今日はね夜はこれ以上もう深入りをしないということで、とにかく騙されないようにと、いうことで、まああのドコモ口座がね作られて、意図的に作られて、本体の銀行の方のね、口座番号と暗証番号と名前が分かっていれば、もう基本的にそれ口座がドコモ口座が作られるということになりますから、まあ今回のその、不正事件ですねというのはやっぱり、何らかの方法で銀行口座の、そのお人の名前と口座番号と暗証番号が取られちゃったんですね。よくやるのはあの SNS が送られてきて、なんとかって書いてあってクリックしてくださいというのはで自動的にインターネットつながって、そこで暗証番号入れたりというようなことで流出する、あるいは人様の預金口座と名前と、口座番号と暗証番号を、盗む方法っていくらでもありますよ、はい。それはまず金融機関ですね、銀行ですね、はい。それとキャッシュカードを使って下ろすとき、あるいは書いて窓口へ出すとき、どこであの、はい、あの目が光っているか分かりませんので、例えばキャッシュコーナーで操作をして、下ろしているときに後ろに背の高い人がいて、盗撮やってればねそれ分かりますし、多分そんなことでね銀行の預金、口座番号、名前、暗証番号が取られたんじゃないかと思います。で名前って簡単ですからね、で原則どこでもいくつでも作れるっていうわけですから、まあ、かなり、大掛かりな、なんて
ていうんですかね、組織的にやってるか個人でやってるかそれ分かりませんけどね、まあ、こんな事件が、まあ、増えてくるという、思いますね、はい。まあ、夜ですので、ちょっとそういうことをいろいろと考えてみますとね、何か、自粛警察ですとか差別ですとか、その、まあ、マスクしてないと何か犯罪者みたいに扱ったり、あるいはもう意図的にマスクしないぞと俺はということで徹底して抵抗したりね、何か世の中がおかしくなってきてますねということを感じます、はい。でコロナ禍っていうのはもちろん生命を守る問題ですね、病気から貴重な生命を守る問題なんですが、どうもその精神が荒廃していって、その荒廃した精神をもう守らなきゃいけない、でも守りきれない、だん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 人の心がギスギスしてきて、それでなくてもただでさえですね、リーマンショック以降、まあ、お金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 というような世界にな社会になってきて、そこへコロナが入ってきて、何か人を疑うような社会ですかね、罵り合って、というような社会にだん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 こうなってきてると、いうことで金回りを良くすれば済むのかなというふうにね、もちろん精神的なケアをするということも歩みが進んできておりますのでね、大丈夫だとは思うんですが、まあ今日は1回目の授業で、授業ではございません、夜の、できるだけ安眠できるような何かいい企画を考えていたんですが、ついついぼやきになってしまいましてね、コロナは人の心もまで蝕んでいって、人はその経済というお金を回すことに救急として、どうもその大事なことを忘れているのではないかなということを、まあちょっとね、申し上げて、と言いますのも、まあ私、今から30年以上前なんですけどね、と島根県の海岸ちょっと歩いてましてね、時間があったもんですから、そしたらそこへ親子連れがね3人で来てましてね、お父さんは一生懸命釣りやってるんですが、お母さんは何するわけでもなくそばでね子供と一緒に、石を海に投げたりね、砂を、砂でなんか人形を作ったりね、というところでちょうど居合わせましてね、なんて幸せなほのぼのとした風景だろうと思ったことがあるんですよ。それをまあたまたま思い出しました。鳥取のね松江の近くだったと思うんですがね、ちょうど夕方で、太陽が西へ沈んでいって、季節は秋だったと思うんですけどね、すごく綺麗でしたね。海と太陽と雲と親子連れと海と波と、そのちょっと近くで私が砂に腰を下ろして、それだけの景色なんですけれども、すごく平和だと感じましたね、はい。海きれいだとか砂山が白いとか、そういう自然環境がいいなというよりも、その自然の美しさの中に人間が本当に溶け込んでいて、逆ではなくてね、人間が自然環境がいいなと思うんじゃなくて、人間が何か自然環境の中に吸い込まれていって、何か得も知れぬ美しさっていうんですかね、を感じたことをちょっと思い出したんですね。まあそれとその時の経験と比べて、その後、阪神淡路大震災というような、まあ、自然の猛威がね、やってほどこの恐ろしさを経験して、それからまあ何年も経たないうちに今度東日本大震災ということで、海が怖いと、海へ行くと心が震えるね、海の波を見るとそのことを思い出してという、はい。まあそれは心の中のことで、仕方ないことなのかもしれませんが、ちょっとその30年前の海辺の親子3人連れ、本当に海の中に、幸せな家族がね溶け込んでいる状態と、今日ねコロナによって人が震えおののいている、いずれまた大きな地震が来るかもしれませんね。その恐怖にまあなんか苛まれていると言いますかね、
何か自然というのは人間を育んでくれて、人間は自然を大事にして、溶け込んで、海だけじゃなくてね、森林、川、いろんなものと、それがなんかバランスが完全に崩れていって、でそこに何か人間の精神の弱さというか、あの苛立ちといいますかね、孤独感というか、そういうものが、はい、出てるんじゃないかなというふうに、ね、感じるわけです。はい、まあ赤ちょうちん行ってパーッとやればいいのかもしれませんがね、何かやっぱり今暇ですからね、いろいろとあちこち行っちゃいけないということなんで、家にばかり閉じこもっていると良くないんですが、まあなんて言いますかね、あまり人のいない海とか山とか川へねポツンと行って、まあ何かちょっと考え事をしてみるのもいいのではないかなというようなことをちょっとまあ感じている次第ですけどね、はい、また飲みに行っちゃうかもしれない。